精霊姉妹が仲直りしたのもつかの間、再び新たな挑戦が。大量産の少年よ、挑戦に応じる準備は万端か。9月8日、高校合同文化祭で奇妙な歌声が聞こえてくる。無人のステージで歌う美少女は、なんと極端にオスを嫌うゆりっこ精霊。彼女とデートしたい？勇敢なる少年よ、女装せよ。さあさあ、私の出番だ。あなた方のような有象無象が私に勝てるとでも。失礼。すべて把握している。わかりました。大上級の恐怖。面白い。少し本気を見せてあげましょう。そんなものだ。さあ、相手をして差し上げます。簡単に砕く。本当に困らない。私に任せろ。サンダルポン。どうだ。サンダルポン。どうだ。相手に今年はお前が犠牲者か。頑張れよ。ん？天王祭とは？説明しよう。天王祭ってのは天宮市内の高校10校が合同でやる。天王祭で最優秀賞に選ばれた学校は以降1年。おお、王者か。ならば他の高校には負けられないな。我ら山井姉妹がいる以上、ライゼンの勝ちは揺らぐまい。同意。ユズルとかぐやのコンビは最強です。そういうことだ。何しろユズルと来たら皇帝。しかもユズル以上にパーフェクトなかぐやもいるのです。負ける道理がありません。
吉野も呼ぼう。かぐやとゆずるも協力してくれ。よかろう。勝利の栄光を必ず手中に掴んでみせよう。王戦、かぐやにかなう相手などいません。レディの期待なら応じるしかないな。君たちのために調べてきたぜ。今年の最強ライバル、やはり王者林道寺女学院だな。あれはま、それに林道寺は今年なんとあのミクタンが転入するって噂があるんだ。おいおい、マジかよ。超国民的アイドルイザヨイミクタンを知らないようなバカはてめえ以外絶対いないぜ。ん？天王祭の名物か？卑怯だぞ、てめえ！怒らないであげてよ。吉野にも悪気はないのよ。君が心配だったのよ。また精霊さんが出るんですか？今からフラクシナスであなたを回収して現場に送るわ。覚悟の準備はいいかしら？まさかディーバ？いいえ、半年くらい前に一度だけ出現が確認。悪いけど彼女に関する情報はほとんどないわ。十分注意しながら接触を試みてちょうだい。誰もいないと思ってましたよ。どこにいるんですか？私も一人で少し退屈をしていたところなんですよ。もしよければ少しお話をしませんか？待って、まずは話しかけ方を決めましょう。機嫌パラメーターが急下落したわ。一体何をしたの？ゴキブリ以下の効果も、まあ、え、なんでしがみつい、なんで死んでないんですか？可及的すこのステージから、この世界から、この確率時空から消え去ってください。何喋りかけてるんですか？やめてくださいよ。気持ち悪いですね。声を発さないでくださいよ。唾液を飛ばさないでください。息をしないでください。あなたがいるだけで周囲の大気が汚染されているのがわからないんですか？人の言うことを聞かない人ですね。なぜ私があなたの手を踏みにじってあなたをステージから落とさないか分かりますか？たとえ靴底であろうとあなたに触れたくないのですよ。
私の出番だ。いいじゃないですか、素晴らしいじゃないですか。ああ、いいです。草壁一位、お手並み。A 分隊、進め。私と遊びたいんです。